コラム、田所隆一の岡田監督、あれやこれ、不思議の子、阪神、佐藤輝がついに2軍に落とされた。きっかけは5月14日の中日戦、豊橋。1点リードで迎えた八虫二塁で、中日、田中がバント。星野坂本が取り三塁へストライク送球。ところがこれをタッチを焦ってポロリ、逆転負けのきっかけとなった。試合後、 岡田監督は呆れた表情で、あれで終わりよ。もうええー、普通のプレイやんかと吐き捨てた。そしてその日のうちに二軍落ちを告げたという。痛恨失策で二軍落ち、特盛りする佐藤輝、写真複数。あれで終わり、とは佐藤輝を見限った言葉ではない。試合の勝負があのプレーでついたという意味。岡田監督ほど佐藤輝を気にかけている監督はないのだ。 自身の著書の中でもこう話している。俺くらいちゃうか、あいつに厳しく接している指導者は、あいつにとって初めての経験やろ。やんちゃでマイペース、その割に単純な野球バカになれない。理屈や理論にこだわりすぎて、言い訳ばっかりしているように聞こえるんや。岡田監督は佐藤輝が高校、大学とお山の大将で育ったことが、甘さ、につながっていると見ている。 昨年も夏前に佐藤テルは2軍に落ちた。その時は野球に取り組む姿勢が問題とされた。ある試合でスタメンから外されると、拗ねたような態度で守備練習にも出ず、試合中もベンチの奥に引っ込んだままだったという。そこで岡田監督は平田ヘッドコーチに命じて、2軍落ち、を告げた。お前の姿を仲間のみんなが見ているんだぞと平田コーチは理由を説いた。 今回の二軍落ちはそんな姿勢の問題ではない。技術の問題である。15日、西宮市鳴尾浜で二軍の練習に参加した佐藤輝は、